菅路寺寺長10月5日から1977年6月20日は日本の家族、東宮寺獣、寺獣寺長、明治神宮宮寺を務めた、1880年、菅路寺議長の長男として生まれる、母は辰子、学習院初等科、中等科、高等科を経て、東京帝国大学法科卒業、法学博士、学習院初等科在学中より、 皇太子、吉人親王の御学友として、宮中出資した。1910年に、東宮寺重となる。結婚前の正田道子にお非教育の一つである、宮中祭祀の講義を担当した。皇太子、秋人親王との結婚の儀では、宮中三殿に仕える、商店長として、真摯を注ぐ大役を務めた。1959年に退任。晩年は、 明治神宮宮寺となった。菅路寺女長と家族妻は、北白川宮義久親王の第一王女、道子女王。長女の伊佐尾氏は、男爵、島津忠彦と結婚したものの後に離婚し、近藤荒木と再婚した。近藤荒木と、千歳幾子の子、荒一郎は、池田隼人の長女、直子と結婚している。次男の菅路寺一家夫妻は、SB 食品の産業を務めた。 また、池田の娘婿は、大倉官僚を経て防衛庁長官や外務大臣、自民党幹部などを歴任した池田幸彦であり、池田の甥いは、田中角栄元首相の幼女と結婚しているため、田中の長女、田中真紀子と真紀子の夫で、防衛大臣などを歴任した田中直樹などの田中家は、池田や、近藤家、関路寺家、北、白川家を通して、天皇家と遠石関係にある、 また、池田の三女は、ブリジストン創業者、石橋昭次郎の甥い、石橋慶一と結婚しており、池田幸彦と義兄弟の関係にある。また、田中家は、石橋家の経類からも天皇家に繋がっている。弟の関路寺片棒は、東洋カーボンの関西役を務め、その妻は、三菱財閥の三代目、総帥岩崎久也の次女、住子である。ゆえに、 カンドジは、三菱の創業者一族、岩崎家と隕石関係にある。なお、岩崎久屋のいとこ、岩崎小屋田は、薩摩藩の島津家から夫人を迎えており、島津家の経緯からも、カンドジは、天皇家と、遠石関係にある。また、母方の重邸に、作家の武者の路治さねやつがいる。ありがとうございます。